皆さんこんにちは。今日はザクサクの米粉クッキーを作っていきましょう。とっても簡単。米の粉 100g、 今日はね20枚たっぷり焼いてストックおやつにしたいと思います。量が多い方は半分で作ってみてください。それからベーキングパウダーを小さじ1、シナモンはお好みで、てんさい糖 80g、 そして米油を 60g 量っていきます。これね、てんさい糖ない方は好きなお砂糖で代用してください。あ、そう、豆乳も入れます。豆乳がない方はミルクでもお水でも作れます。卵でもいいです。オイルは米油がない方はサラダオイルでもオリーブオイルでも代用可能です。今日はね、クッキー食べたいという気分なのでこれを作りました。ここで材料全部混ぜたらオールインワン。とにかくぐるぐる混ぜます。フードプロセッサーで混ぜても OK、 泡立て器で混ぜても OK です。皆さんが作りやすいもので混ぜてください。私はね、ちょっとたるんだ二の腕をキュッと引き締めようと思って手で混ぜております。ツヤツヤになったら次、コーンフレーク 60g 入れました。玄米フレークをここで入れます。コーンフレークね、玄米フレークの方が風味が良くてちょっとこう歯ごたえがあって好きなので、こういう玄米使ってます。レーズンと、それから今日はクコの実を入れました。でもね、皆さん好きなナッツや果物、ドライフルーツなどを入れてください。それからチョコレートチップでも美味しいですね。逆にこんなもの入れたら美味しかったよという声があったら教えてください。紅茶の茶葉でも、それからごまでも美味しいですね。いろいろアレンジ可能なクッキーです。スプーンで気楽に混ぜてください。全体のね、この最初に混ぜた液がしっかり混ぜ合わされば美味しくなります。よし、混ざったぞ。今日は気合を入れて天板2枚に混ぜて焼いていきます。ストックのこう自分のやつにしてもいいですし、ちょっとお友達が来た時にプレゼントとかにささっと渡せるようなクッキーがあったら、少しこうなんか、ね、俺の気持ちを添えるのに、表現するのにいいかななんて思ってます。なんかあまりね、こうコロナ禍で一緒の時間を過ごせない代わりの気持ちをお届けできる、そういう思いのあるお菓子ができたらなって思ってます。今日は天板に1枚に10個ポトポトポトと生地を落としていきます。ドロップクッキーってやつですね。ちょっとね、だいたいサイズは 4-5cm くらいに広げていくんですが、もっとちっちゃく焼いて可愛く一口サイズでも美味しいと思います。私は3-4口くらいで食べられるサイズが好きです。好みですけどね。なんでお好みで仕上げてください。皆さんに合うサイズで作っていくのが一番ベストな作り方です。だってみんなそれぞれに好みがあると思うので、あくまでもなんか一つのなんか参考に、こういう作り方あるんだなぐらいに思ってもらえればいいと思っております。自分で作ると好みに仕上がるから、そういう楽しさもありますよね。世界で唯一の自分のおやつ、自分のお菓子、そんなレシピになんか最後作れたら、それが最高だなって思います。では天板に材料を乗せたところで、スプーンのこれね、まあ、背中やあとは縦にしたりして、こうちょっと平らにしていきます。トントンと。あとはスプーン使わないときはゴムベラを立ててトン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 と広げていったりしますね。これね、ビニールの手袋して手で押さえてもパパパッと手早くできますし、ラップを手にくるんとして手で押さえてもできます。何がちょっとやりやすいか、それぞれお家にある道具で好きにやってください。決まりはないです。私はね、今日小さじ使ったから小さじそのまま使ってます。洗い物少ない作戦。さあ、そう、170度25分のねオーブンで焼いていくので、
オーブンの準備しておいてください。ちなみに私は石窯ドームで焼いています。焼けたら熱いうちに網に取ります。サクサクに仕上げるコツですね。これがまたそう、手の皮ね、熱いもの持ってたら熱くなっちゃったんですね。可愛くないわ。そうでね、このクッキーサクサクなのでよく噛んで食べる。だからダイエットにもつながります。これね、美味しくてずっと食べてたら翌日顎ちょっと痛くなりました。それぐらいサクサクです。でもね、この噛み応えがたまらんのですな。皆さんいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。いつも応援してくださり本当に感謝をしております。引き続き美味しいものをお届けできるように頑張りたいと思います。リリークッキングのプリンがお送りいたしました。